はい、どうも、こんにちは。今回ね、またね 殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回のおさらいはめんどくさいんで大丈夫です。 なんかね、おさらいしづらいんだ、このゲーム。語ろうと思えばめちゃくちゃおさらいしないといけないから、ちょっと飛ばすわ。仰向けで倒れていて、胸と脇腹に浅い傷がある。だけど地面は血の海。どこかに致命傷になるような大きな傷があるはずだ。パッと見左手で隠してるところがすごい血ついてるけどね。服の袖や前腕部が切れているのは防御創。何度も切りつけられた際に防ごうとしたんだろう。まあ、そう見えるね。だろうな。おっと。被害者の手のひらには血と泥、地面を張って逃げようとした跡もある。傷を押さえて逃げたが倒されて背中をめった刺しだな。まあ、急に介入してくんね、俺の独り言に。 どんだけ、もしかしたらアーサーがめちゃくちゃ大きな声で独り言言ってたのかな。介入されるなよ、お前。辺りは路地だけど、住宅街で人もいたはずだ。助けを呼ばなかったんてだか、ろうむしろか。カッコじゃん。カッコだからもう、念じゃん、念。野郎の口を見ろ。血を吐いてる。背中から刃物で肺まで貫かれたんだろう。そうなりゃもう、声は出せねえ。これ医学的にもそうなのかな。襲われた際に少しは叫んだだろうが、こんな場所じゃ誰にも届かなかっただろうな。いや、路地裏それ怖いよな、本当に。こんなご時世だ。関わり合いになりたくないって無視されたのかもしれねえが。まあそうなっちゃう。でもどうだろう、叫ばれたらさすがに呼ぶかもな、警察。確かに夜は人通りが少ないことを知っている。血のりがある犯人かもしれない。これ、もしかしてアーサーの中に眠るもう一人の僕、もしかして。仰向けにされてポケットを物色されてるな。警官どもが言ってた通り強盗殺人でまず間違いねえだろう。強盗殺人か。許せない。いや、お前が探してるの強盗殺人なんだからさ、むしろ進んだって喜べよ。まったくだ。めった刺しの力押しで芸がねえ。よくこんなやつが連続強盗なんてできるな。もっと洗練した技を見せてみろって。まさかお前ジャック・ザ・リッパーか。え？アーサーは恋に出さず思考を巡らせていたはずなのだが、いつの間にか誰かと会話しているかのような感覚に陥っていた。じゃあこれやっぱもう一人の僕かな。外からの介入じゃなくて、誰かに話しかけられていたわけでもない。周囲の野次馬にも警察官にも彼と話をする人物はいない。思考を口に出したりもしていない。やっぱそれもう一人の僕。自問自答、相棒。自問自答を繰り返しているような感覚だったが、どこか奇妙な問答であった。今のは僕か。相棒。問いかけてみても答えはない。そもそも誰に問いかければいいのか分かんない。あ、違う違う、通り過ぎた。誰が答えを返すのかも分からない問いかけだった。何だったんだろう。失礼、そこのあなた。はい。近っ。いいよ、別にもう。不可解な現象について考え込むアーサーの視界に不意に影が差した。もしかしてさ、これだけさ、ガチガチにワンカット用意するってことはやっぱそういうゲームなのか。やっぱオタク向けなのか、まさかこれは。声をかけてきたのは金髪の女性警官だ。彼女はアーサーの顔を覗き込んでいる。俺さ、ダイダロスっていうゲームをさ、前にやったんだけどさ、ダイダロスみたいな感覚で買ったけど、もしかしてこれオタク向けのゲーム。ダイダロスの感覚で俺普通にこういうノベル系やろうかなと思ってたのに、まさかオタクゲームの可能性あるな、これ。ここで何をしているのですか。なんすか。女性警官の表情は硬い。だってこの1枚いらないもん、別に。そしてアーサーは彼女の口調が喫音に近いことで気がついた。なんだ、不審者だと思われてるのか。どうして。いや、怪しいもん。まあ、怪しいだろ、まあ、殺人現場に一人ですごい下向いて考えてる人いたら怪しいだろ。いや、とにかく警察と揉めるのはまずい。なるべく穏便にことを済ませたいな。いや、揉めるって何。お前反論するつもりもあったの、逆に。何をと言われても、人だかりができていたので何事かと見に来たのですが。なんかアーサーはあれだな、暗いキャラだな、割と。そうですか。あなたどうして笑っているのですか。ああ、もう一人の僕が顔に出てんのかな、これ。笑ってる。しかも目が。これがジャック・ザ・リッパーなんだろうな、殺人探偵。笑ってと言われてもアーサーには何のことかわからなかった。しかし自分の顔を触ってみて口角が上がっていることに気がつく。鏡を見なくても自分が笑っていることがわかった。これもう絶対捕まんじゃん。
絶対そうに連行されんじゃん。でもこの警官の服見て見る感じ、やっぱなんかやっぱ特殊な世界観だよなこれ。今でいう警察じゃないもんな。もちろんアーサーは普段笑わないわけではない。客商売として依頼人相手に笑顔を作ったりもすれば、日常生活の中で自然と笑うこともある。まあ人間だものな。しかし今自らの顔に張り付いている笑顔がそういった類のものではないことは明らかだった。なんだ僕は笑って。気づけ気づけ。どうしてまさかもう一つの人格が俺に宿ったのか。人が死んでいることが、そんなにおかしいのですか。おかしくない。違います。違います。アーサーは必死に表情を緩ませようとするが、意思に反して彼の表情筋はこわばっていき、笑みはますます深まっていった。これは少し思い出し笑いをしてしまって、不謹慎だとは思いますが、死体を見て笑ったわけでは。まあまあまあ、アーサーは自分が笑っている理由を無理やりひねり出した。なぜ笑っているのか自分でも理解できていないのだから、きちんとした理由を述べることは不可能だった。女性警官は全く納得していない様子でアーサーを睨む。彼はこれ以上怪しまれることはまずいと判断した。すみません、体調が優れないので失礼します。怪しい、クソ怪しいやん。逃げ切れんってお前、リアルだったら多分警察官に待てって言われるよ。お前待てって。アーサーは群衆に紛れるように剣場を後にした。立ち去る際に女性警官がどういう表情をしていたのかあえて見ないようにして逃げるように。絶対怪しまれるわ、あとで呼ばれるわ。今のは表情は自然のはずだ、営業向けの笑顔だってできてる、人が死んでいることがそんなにおかしいのですか。僕が、ああそんなバカな。来たね、急に邪悪な何かが来たね横に。急にその煙いらんだろ別に。安心しな、あれはお前が笑ってたわけじゃねえよ。やっと会えたじゃんもう一人の人格に。なんだ。ふに頭の中で響いた声にアーサーは体を震わせた。これどういう感じなんだろうね、人格が宿ったら。怖い。宿りたくないけど。さっきの現場で聞こえたのと同じ。だって自分の頭の中でさ複数の声聞こえるってめっちゃ辛くない。周目立つも声の主らしき者は物の姿はない。目が合った通行には何事かとアーサーを見返してくる。ちょいと面白いことになってるなと思って、ついな。まあそう悩むなよ。なんだと。まただいやもう頭の中で喋るよ。まあ、多分頭の中で喋れば多分届くよあいつに。しばらく耳を縮ませ、じっとしたまま 目を閉じる。そして頭を上げると声が聞こえることはなかった。僕はどうかしてしまったのか、こんな幻聴まで聞こえてくるなんてやばいよな。でも本当そうなるよな。遺体を怖いよな。見たから路地裏で目にした殺害現場の惨状、漂う血の匂い、かつてアーサー自身も感じたことがある死の気配。あーなるほど、だから馬車の事件の後の話なんだな。だ馬車の事件があってから探偵になって、でも殺人現場とか使ってなかったから、そのまあおそらくジャック・ザ・リッパーが出てこなかったんだな。今回初めて殺人の現場見たから、あれなんだ、呼び覚ましたじゃないけど、生死の狭間をさまよった事故、脳裏によぎった惨状を振り払い、蘇った惨状を振り払い、アーサーは顔を上げた。先生に相談しよう。先生いんの。ああ医者ってことかな。診療所。まあ大学病院とか行かなくていい。診療所。市街地から移動したアーサーは町の一角にある小さな診療所へと赴いた。先生嘘だろ、めちゃくちゃアニメじゃん、めちゃくちゃオタク向けじゃん。ごマジか、騙されたわ。その診療所の受付には銀髪の少女が陣取り、分厚い医学書を読み解いている。あらアーサー。はい、いらっしゃい。ちょっと待って、これもしかしてだけど、これやっぱクソゲーじゃない。いやソフィー、なんかそんな気がしてきた。ウォルター先生はいるかな。お父さん、ちょうど手は空いてると思うけど。止まってくれ、この瞬間ぐらい。顔色悪いね。彼女にとり院内に他の診療客はおらず、空いてる時間帯であったようだ。そうだね、急に体調が悪くなったんだ、申し訳ないんだけどすぐ見てもらえないかな。大変、ちょっと待ってて。お父さん救
やっぱこれやっぱ新人声優が織りなすなんていうの、新人声優が織りなすさ、低予算で作ったゲームじゃないのこれ。ちょっと待って、急病と聞いてソフィーは診療所の奥へと駆けていく。診療所のあるじである父と彼女が話をつけて戻ってくるまで掃除時間はかからなかった。お父さん大丈夫だって。よかった、奥の部屋へどうぞ。これ今見てもらえないよこんなすぐ。失礼するよ。もう一枚をご利用すな。ロンの町外れに診療所を構えるし、名をウォルターという。彼はアーサーが数年前から世話になっているもので、体調の変化や定期的な診察など、かかりつけの医師として交流があった。かかりつけの医師、確かに重要な存在かもしれないな。急に押しかけてすみません、ウォルター先生。構わないよ、うん、他ならぬアーサー君のことでもあるしね。声軽いなお前、そんな声じゃないぞ多分見た目的に。ウォルターは席に着くよう促す。そしてソフィーと共に一通り診察を終えると、興味深げに話を切り出した。それで何かあったのかい、うん、ソフィーからは急病だと聞いている。ソフィーどこ見てんだよお前、おい上見てんじゃねえよ。測ったけど熱はありません、うん、手の震えや発疹もなし。アーサーは調子が悪くなったって。まあ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 、実は少し相談がありまして。声が聞こえたんです、うん、僕のものじゃない声が、それも突然。まあでもかかりつけの医師だから、そんななんかね、そんなバカにされるようなことはないでしょ。とある依頼の調査中に遺体を見たんです、うん、その時僕は勝手に笑っていて、うん、自分じゃない誰かが僕の中にいたみたいでした。ピクッ、これだけでいいんだよ、これだけで。1枚いらないから、これだけでいいんだよ。自分の意思によらない体の動作か、うん、ウォルターは見極めるとしばらくの間抱え込んでいるようだった。そしてアーサー君、こんな症例を知ってるかい。なんすか。角膜を移植された盲目の患者の話だ。知らないっす。いえ。どういったものでしょうか。角膜を移植された盲目の患者の話は知らないだろうみんな。目に疾患があった患者は角膜を移植されたことで視力を取り戻した、うん、はいはいはい。しかし代わりに奇妙な体験をするようになったんだ。なんすか。その体験は幻視、うん、手術の回復後から視界の中に見たこともない人物が見える。だるお前、視界の中に見たこともない人物が常にいるってだるくない。原因を探っていくと、うん、角膜の提供者が死の直前に見ていた人間、うん、提供者を殺害した人物の映像が、ああなるほど、焼き付いていたことが分かる。そういうことか。もちろんその犯人は逮捕されたがね、うん、臓器などの移植を行った場合、提供者の体験が移植者に現れることがあるんだ。これさ、ガチなのかなこれって。こういう世界観っていうかさ、やっぱこういうなんていうの、ノンフィクションだからこういう話って話かもしんないけどさ、これリアルでもあるのかな。それはですが、ウォルター先生、僕に移植されたのは角膜ではありません。話聞いてたかお前。お前の目には何も映ってないんだろう。お前話聞いとけ。そう、心臓だ。ああ。うわ、すごい塗ったな。2年前、ジャック・ザ・リッパーの公開処刑の場で、うん、馬車の事故に巻き込まれた君は心臓を損傷していた。幸い、心臓損傷ってやばいよな。手に入ったから、それを移植することで君は命を取り留めたわけだ、うん、あの時は急だったからな、申請を通すのに苦労したよ。そっか、申請いるのか。アーサー・ウォルターから今まで何度も2年前に心臓移植手術を施した際の話を聞かされていた。少女を助けるためにその身を犠牲にしたアーサーは馬車との衝突事故によって木片で心臓を貫かれ、最寄りの病院へと搬送された時には瀕死の状態だった。当直で応急処置を担当したのがウォルターだった。彼は折よく摘出されていた移植用の心臓を使い、アーサーの心臓移植を試みた。ウォルターはアーサーを救うために様々な申請を無理を押して通し、心臓移植手術を行ったんだという。言うまでもないことだが、心臓は人間にとって重要な臓器だ、うん、確かに。移植されたことによって
体に何らかの影響が出る可能性は危惧していた。なるほど。このことは手術の後にも説明したね。うん。幸いこれまでの投薬と定期的な検診では不具合などは見受けられなかったが、やっぱそうだよね。やっぱ殺人現場を見た時だけ出てくんだな。はい。ですがどうして今になって。お前探偵と相性悪すぎるわ。まあでも殺人現場を捜査する探偵はいないと思うけどな。そんなに。君は調査の時に遺体を見たと言っていたね。うん。私の予想の域を出ないんだが、凄惨な遺体を見たことによって、精神的に不安定になっているのかもしれない。何せ君は以前事故によって死にかけていたんだ。まあ、そういう捉え方もできるよ。なんだって精神的に不安定になってるからちょっとやっぱ出ちゃう。強い心的外傷を受けた時の過剰な防衛反応、いわゆるフラッシュバックを引き起こしている可能性が高い。まあ、ただマジレスするっていうか、ちょっとゲームめたいこと言っちゃう。多分ゲーム的に殺人探偵ジャック・ザ・リッパーだから多分俺の予想が合ってると思うけどね。殺人現場見た時だけでちょっと出てくるようなやつなんだと思うよ。そんな、アンさんは良くなるの？良くなるのかな。心を落ち着けて休むしかないだろう。まあまあそうだな。少なくとも今日のところは仕事を中断して休みなさい。すごい仕事の邪魔になるよな。ですが僕は探偵としての仕事をしないと。まあそれもあるよな。仕事熱心なのは警察がいるとまずいよな。仕事に支障をきたすような症状が現れているのならしっかりと静養すべきだと思うよ。警察がいない現場だったらね、がっつり捜査してもいいんだろうけど、警察がいるとちょっと厄介だよね。やっぱ死体見て笑ってるわ。そうよそうよ。美味しいものを食べてたっぷり寝て、しっかり休むの。ニートしようぜ。ニート。確かに。さっきも警察官といざこざが発生するところだった。こんな状態が続けばまともな調査を行えそうにない。確かに。わかりました。とりあえず今日はもう休もうと思います。むしろ指名手配的な感じになっちゃうんじゃないの。警察からしたらブラックリストみたいな。一旦様子を見よう。また近いうちに診療所へ来てくれ。定期検診の回数も増やした方がいいだろう。まあでも多分ね、普段来ても多分そんなに出ないんだろうね。やっぱではまたよろしくお願いします。血を見たらじゃない、血を見たら。流れかかってきた信頼する主治医の言葉だ。アーサーはうなずくしくなかった。よろしい、ソフィー、診療の予定を追加しておいてくれ。予約してね。アーサーへ出す薬はいつもの通りだ。はい。それじゃあアーサー、お疲れ様。受付へどうぞ。了解です。金払わないかんやん。やば、金持ってないっす今俺。持ってない俺金。まあ金持ったやつが医者に病院行くんだって話なんだけど。あ、なに、なにこれ、なにこれ、クッキー。診療所から探偵事務所へと戻った朝はウォルターから処方された薬を飲み、ベッドに体を横たえていた。あれ薬か。診療所では定期的な検診で訪れるため、薬を受け取ったことはついでであったが、処方された薬を飲むことはアーサーの日課だった。辛いな、でもずっと飲まないかんのは。強盗殺人事件についてはまだまだ調査が必要だ。ただ警察に怪しまれてしまったのは悪手だな。また警官に絡まれないといいけど。いや絡まれるよ。あれ、まあいわゆる探偵らしい裏の捜査しとれば大丈夫かな。体を休ませていても思考は途切れない。探偵としての成果、やはり事件のことが気になってしまった。今日は成果がなかったけど、次は調査範囲を広げてみよう。まあまあそれが多分いいと思う。どこに行くべきか、どういう話をするべきか。いわゆる警察が行きそうな場所じゃないところで捜査すれば、まあごたごたは起きないわな。夜になったな。したくてもできない活動について悶々と考えていると、いつしか日は暮れて夜の蝶じゃないかな、が落ちていた。もうこんな時間か。だいぶ照明弱くない？めちゃくちゃ暗いぞお前部屋の中。診療所に行く前は不安だったけれど、先生と話してからは随分気持ちが軽くなった。めちゃくちゃ部屋暗いけど大丈夫。事件に関する思考が途切れた途端、急激に眠気が襲ってくる。まずは休もう。確かに。あ、これね、夢の中で会うんじゃないの。また聞こえるか。お、
何？あれ、なんだ。何これ。あれじゃん、殺人現場来てるじゃん。何何何よ。何よ。痛み。何殴んなよ、おい。まさかバイブレーションがうぜんだ、こっちも。手足の衝撃を知覚したことにより、したことを皮切りに意識はより鮮明になっていく。え？どこだ？ここは。これどうなの？これもう一人の人格が無理やり起きて現場に来てるのか、それとも夢の中のだけなのか。でも現場来てるよな多分これ。ん？でもこれ違う人じゃない？さっきと。未だ視界はガーなんていうのこれ、霧じゃないもんね。だってこれ霞かな。いやちょわかんねえ。がかかったよかのような、かのように不明瞭だった。しかし、霞でもないな。しかし、自らが薄汚い路地裏にいること、道の脇に男が倒れていること。何？何これ？どういう状況これ？そして、自らが何者かと争っていることは認識ができた。何これ？全然違うじゃん、お前。さっきのお前と全然違うじゃん。雲の隙間からの月明かりに照らされている路地は暗く、しかし彼に向けられたナイフは存在を主張するかのように鈍く光る。なんだこれは。ああ、いるね。このフードの人物。ナイフがアーサーに向かって振るわれる。アーサーがいかに避けるかを考えるよりも早く誰かに操られるようにして体をかわし、身をかわしていた。これあれか、今度はアーサーがその思考側に回ってんだ。だから本当だから多重人格みたいな人格が操ってんだ。今度入れ替わってんだ、人格が別のやつに。そのかわし方は動きこそ小さいが無駄がない。最小限の動きで相手の切っ先を外していた。呪いなお前。アーサー、身をなんだこれ。漢字がむずい。交わしたアーサーの口から彼の死によらない言葉が飛び出した。はっ、うまい。全く間に踏み込み接近したアーサーの足が見知らぬ男の手元を思いっきり蹴り上げ、ナイフを弾き飛ばす。これ男か女かもしれんぞ。え、落ちたナイフに男の血が向いた隙にアーサーの拳が相手の溝落ちに深く叩き込まれる。これにてチェックメイトだ、素人君。かっこいい。フードの人物が腹を押さえた隙にアーサーはナイフを素早く拾い上げ、そのまま相手の喉元へと突きつけた。これじゃ寝起きの準備運動にもなりゃしねえ。あ、でもこっちの声はかっこいいじゃん普通に。アーサーの体は彼の死に反して相手の頸動脈付近へと冷たいナイフの刃を当てた。てめえ。おう、あ、なんだこれは。おう、一体どうなってるんだ。やっぱ入れ替わってんだな。やっぱその今活動している人格が変わるんだ。あの仰天アンビリーバボーであるような多重人格と一緒だな。だからアーサーの手の中にあるナイフの刃が浅くゆっくりと滑り、相手の首にうっすらと血の玉がにじむ。ああ、殺す前に一つだけ教えてよ。殺すのお前。悲鳴を上げさせることなく殺すなら狙うのは喉だ。あ、この前殺人犯かなこれ。使う機会があったら生かしてくれよ、来世でな。確かにあれだもんね、肺刺したから声出せなくなったんだろうって言ってたもんな、ジャック・ザ・リッパーっぽいやつが。でも俺だったら喉を刺すぞってこと。何を言っているんだ、うん、なんで僕がそんなことを。ああ、でもそれより何。頭の中のがさらに荒れ、意識が鮮明になってきた朝は繰り広げられる出来事に狼狽していた。これは夢じゃない、うん、止めないと。見知らぬ人を殺してしまう。勝てるお前。人を殺める、殺人を自らの手で行うと考えただけでアーサーはそう気立つような悪感を覚えた。冗談じゃない、うん、やめろ、やめてくれ。そんな彼の叫びの代わりに口からはまたもや別の言葉が飛び出してくる。さあさあ海底、てめえが犯したのは生涯殺人の罪だ、うん、そこの証人、この機会に何かあれば話してみろ。誰？俺証人？ナイフを突きつけたまま口からは言葉が滑り出る。発せられた声は路地裏に横たわった男に向けられたが返事はなかった、うん、ああ、言いたいことは特にねえようだ。よし次。なるほどね。
判決死罪。意義のあるやつは挙手をして申し立てろ。あ、じゃあこの強盗殺人犯がもう殺されるってこと？何を言っているんだ、うん、ふざけている場合じゃない、やめろ。まあ意志が弱いんじゃ、もっと意志を強くいけば盗めるかもしれんぞ人格を。お、やばい。フードの人物は隙を見て足を踏み込み動こうとする。だがアーサーの手によって喉元のナイフが食い込み、再度動きを止めた。アーサーは楽しげに一人芝居を繰り広げる。暗い裏路地には他に声を上げる者はいなかった。沈黙は異議なしとする。殺しちゃうの？よって、うん、死刑を執行する。顔よ、お前、顔よ。にまーってしたな。するとアーサーは大きく腕を振り上げる。そのナイフはさながらギロチンのように相手の首を。ああ、止めた。ナイフを持った腕はこわばったように振り上げられたまま動かなくなっている。ちぇ、どういうこった、こりゃ。せない。ああ、話しちゃった。ダメだ。つい話しちゃったぞ。邪魔すんじゃねえよ。自らにした別の声は、まるでアーサーの思考に応えるように言葉を吐き捨てる。同じ体で別の人物と会話しているような奇妙な感覚。うわ。動きが止まった隙を突き、フードの人物はアーサーを思い切り突き飛ばした。そして、ああ、やばいじゃん。弱くなったじゃん。強化が振るわれた瞬間、アーサー自らの体の制御を取り戻していた。やばいじゃん、お前。最悪の場面で返されたじゃん。いった。ナイフは的確にアーサーの首元、喉笛を狙って振るわれていた。さっき学んだもんな。さっき勉強したからな。突然身をかわそうとするも避けきれない。首を守るように突き出した腕にナイフがかすり、熱く鋭い痛みが走る。朦朧としていた意識の残酷を吹き飛ばすような痛み。続いてアーサーが感じたのは死の恐怖だった。めっちゃ食らうじゃん。一方的にナイフで突かれ、切りつけられるたびにアーサーは歯から逃れようと大きく体を翻す。くそ、かわす。くそ、おいおい、この程度も避けられねえのかよ、うん、鈍いくせにデジャバルな。そうだそうだ、ここは任せた方がいいぞあいつに。頭の中響く罵声を聞き流しながら、アーサーは目の前の人物をにらめつけた。目深にフードをかぶり顔を隠した相手はナイフを手に身構えたまま距離を保ち立っている。突然様子の変わったアーサーにどう対処するか決めかねているようだった。さっさと引っ込めよう、うん、ここは俺様に任せろって。そうだそうだ、任せようぜ。さもなきゃお前殺されるぜ。ガチガチ、それガチだわ。殺されるわ。視線が視線と動き、道の脇に倒れている男へと向く。あ、殺されるって言われたから。先ほどまでの朦朧とした視界では気がつかず、月明かりで判別はしがたいが、男の体の下には黒いシミが広がっている。アーサーとフードの人物が騒いでも、倒れた男は身代わり一つしない。あの人全く動かないけど、もしかして死んで。バカ野郎、ちゃんと前見ろよ。おい、変わってくれ。は、変わってくれ早く。フードの人物はアーサーを翻弄でいいんだっけするようにナイフを振る。喉元を狙われ、斬撃を防ぐように腕をかざし、革製のコートの上から切り裂かれる。めっちゃ食らうじゃんお前。もう死ぬってお前。うわぁ、おーれ見ろ、そんな泥臭い動きじゃ、うん、無様に這いつくばるのも時間の問題だぜ。なあ、悪いようにはしねえよ、うん、俺に任せろって。任せようってお前、いつまで考えてんだ。トロトロ。あいつを見ろよ、うん、お前を殺そうってんだ。何を遠慮してやがる。そうそうだ、正当防衛ってやつだろ。大丈夫、誰もお前を責めやしねえよ。僕は一方に手に抵抗するよ。お前殺すぞお前、これ。おい、そうだ、黙ってやられるなんて当たり前だろお前。こいつ犯人だぞ、潰せ。アーサー拳を握り腰落とした。かかとを返して逃げることも考えたが、かかとで行ってよかったっけ。路地に倒れたままの男を放ったり起きなかった。路地に倒れたままの男は多分死んでるけどな。いいぞ若造、うん、その勢いよし。オッケーが、え、俺死んだのまずか。お前弱いよ、お前変われよ。変わってさ、戦おうってとこで変われよバカ。金銭がきらめき、避けきれなかったナイフがアーサーの胸元を深く切り裂いた。お前さんの気概は認めるが、己の身の程ってもんを知るのも
若者の務めだぜ。いや、お前が変われよな。言ったじゃん、挑むっつったら変わるよ、お前。それが悪いわ、お前が。あ、死んだくせえ。死んだくせえな、これ。アーサー足から力抜けて倒れ伏す。お前さ、戦えよってさ、言うくせしてさ、お前身の程知れよ、とお前、クソゲーやんけ、こんな。から流れ出る血を押し止めるかのように、胸元の傷を押さえ、そのまま倒れ伏し、行きたいと。クソゲーやんけ。クソゲーやん、これ身の程わきまえろって、お前選択で変わるんじゃないんかい。身の程わきまえろってクソゲーか、これ。おい。あそこで変われよ、ジャック・ザ・リッパーに。そう、これがあれなんだよ。うわ、クソっぽ。ゲームオーバーになったらなんか毎回流れるらしい、これが。このコーナーはフィクションであり、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー本編とは異なる描写があることをご了承ください。オッケー。このコーナーでは、本編でゲームオーバーになったゲームとその対策を、いやいや、別に分かってる分かってるから解説することになっています。身の程知ったれ、知ればいいんだろう。知ってるから。始まりました。ボーナスシアターの時間です。うるせえな、お前。テンション高いよ、お前。進行は私、ダークソフィー。もうこっちから疲れとんねん。あんまり面白くねえから疲れとるんじゃ、こっちも。テンション高いんじゃ、バカ。なんだこのコーナー。おお、ちゃんと説明したじゃない。やばいぞ、これ面白くないかも。ほら、ちゃんと見て。やばい、これやりきれるかな、最後まで。このコーナーでは本編でゲームオーバーになった原因とその対策を解説することになっています。知ってる知ってるよ、お前。まあ、逆にこっちから言わせてくれよ、お前。変われよ、あそこで戦う。変わって戦うんちゃうんかい、ゲームのシステム上。答え一つしかないやん、結局。いや、ちゃんと読んだけど。イエス、おかしい、ごめん、ちょっと。それに、あら、デフォルメの絵はごめん、じゃじゃじゃ。そうなのかい。はいはいはい、早く言えや、答えは。早く、あれ、解説しろ、早く。このコーナーでは、はい、言え、早く。アーサーの前に立ちふさがった謎の人物、あいつに殺されちゃうってエンドね。そうでした。とりあえず、今回の選択が間違いだったことは分かったんだけど、じゃあ逆の選択肢を選べばよかったってことなのかな。まあまあ、そうなっちゃうよ。そうなっちゃう、俺も結論はそうだよ。実を言うとね、今回の選択肢はどちらを選んでもここに飛ばされる仕様となっております。やらせんね、じゃあ。え、どっちを選んでもダメなんて、それじゃあ僕は積んでるじゃないか。大丈夫大丈夫。これ見せたかっただけか、お前。この後選択肢に戻ることになるんだけど、新しい選択肢が出てるから、それを選べばいいの。あれ、そうだから、ジャック・ザ・リッパーに引き渡してこの場を乗り切るでしょ、どうせ。それってあり。知ってる知ってる、俺それが一番だと思ってたから。平気平気、かのハムレットにだってこれくらいのシステムはあるでしょ。ジャック・ザ・リッパーに引き渡すんだろ。いや、知ってるから。ハムレットに選択肢なんてないよ。生きるべきか死ぬべきかは問題かもしれないけど、ともかく新しく出てきた選択肢を選べばいいんだ。オッケーオッケー、選ぶじゃあ。くれぐれも言っておくけど、今回選ばなかった方の選択肢は選んじゃダメよ。また殺されることになるからね。まあ、多分一つ休まれていた、これ新あのね、多分今回選ばなかった方の選択肢を選んだ場合、またこのステージに飛ばされて、選ばない、選んだダメ、選んじゃダメって言ったじゃんみたいなくだりがあるけど、俺は見ません。はい、めんどくさいんで。僕もそう、何度も死にたくはないし、ちゃんと正解の選択肢を選ぶ。どうせここに飛ばされてあれだから、多分あの選んじゃダメって言ったじゃんみたいな、クソしょうもない芝居見せられるから、もしまたこっちに来るようなことがあったら全力で脳天勝ち割りに行くから、そのつもりでいてね。こう つまんない芝居見せられるから選ぶわ。というわけで、今回のボーナスシアターはここまで。それではまた会う時まで。See you。 俺はね、俺の実況は青汁はまずい、苦いっていうような実況だから。面白くないものは面白くないって言うから。See you。 ごめんね。それ大事じゃん、やっぱ青汁をまずいって言ってくれる人がいるから、青汁ってまずいんだな、でも健康にいいんだなって思えるんだから。ところで、そう、ソフィーは本編とは随分キャラが違うような気がするけど、俺もこのゲームは面白くない、クソゲーだって言わないと。間違って買っちゃう被害者増やしたくない、これ以上。イメチェンよ、イメチェン。人間、新しいところに来たら新しい自分になりたくなるものでしょ。ソフィーってあいつかな、あのガキ。そうか。ところで、ダークっていいって、早く選ばせてくれ。もうアーサーってば、質問しすぎ。本編に戻してくれ。しつこい探偵は嫌われるよ。長いわ。あ、ごめん。本編に戻せ、早く。いや、これが素直な感想だから、これがアマゾンレビューだから。は、相手を説得する、何これ、クソもんねえな。説得聞かないだろ、こんなやつ。やめろ、
説得聞くわけないじゃん、こんなリアルだったら。話が通じる相手かよ。ほら、いい加減にしろ。変わればいいじゃん、そいつと後ろのやつと。こんなことをして何になるって言うんだ。俺だったら変わるね、後ろのやつと。なるさ。何何この稲妻イレブンに出てきそうな声は。説得なんざ無駄に決まってるだろう、うん、あいつがごめんなさいする相手に見えるか。ああ、それでも。いや、どうしようこれ。ちょ、そろそろ時間的にあれなんだよな。それでも人殺しはダメだ。ああ、殺すのもってやるよお前。殺されるのもごめんだ。早くこのシーンを終わらせてくれ。やめないか。さもないと。何、あ、そこの二人来た。動くな。よかった、守られた。最後聞きつけた周辺の市民が通報したんだろうか。吹き鳴らされる警笛とともに警官が駆け寄ってくる。よし、お前捕まったな。フードの人物は警官を見て小さくしたとすると、素早く かかとを返し、路地の奥へと走り去っていく。待て、捕まえてください、警察官。逃がしてフードの人物を追いかけていく。闇夜に消えていく。その後その後ろ姿を目にしながら、アーサーは路地に膝をついた。助かった。うずくまれるようにして切り裂かれ、血の滲む腕を押さえる。腕は傷の痛みのため、脈打ち、心臓は相敵を打つのいいかな。しかし緊張からが危険が去った安堵からか、アーサーは奇妙な高揚感に包まれていた。そして脳裏に鮮明に響いていた声はいつの間にか聞こえなくなっていた。クソ迷惑だよな、勝手に殺人勝手に殺人現場にさ連れて行かれてさ、目覚ましたらこっちがちょっとでも前に出たら引くっていうね。クソめんどくさいよな。何が起こってるんだ。そのまましばらくしゃがみ込み、アーサーは荒い息を整える。また来たじゃん。フードの人物を追っていた警官の後続だろうか。路地裏に複数の足音が響き、制服を着た警官たちが現れる。よかった、すみません、うん、誰か包帯か布をください。あと、あの男の人の様子を。うん、さっきから倒れたまま動かないんです。お、言うねお前。うん、アーサーは警官たちで助けを求めるように腕を伸ばし、先ほどから倒れたまま動かない男性を指さす。はあ、しかし突然腕を取られたアーサーはそのまま勢いよく路地へと叩きつけられた。おとなしくしなさい。ん、あなたを殺人の現行犯で逮捕します。俺じゃないって。お前、追っていた警官に聞けよお前。俺じゃねえわ。追っていた警官ちゃんと言ってから行けよお前。アーサーを叩きつけ、体全体を抑え込み拘束したのは、以前殺人現場にて問答した女性警官だった。何やってるんだ、うん、向こうに逃げていったやつを追わないと。体を地面へと、何て読むのこれ、そこにつけたアーサーは痛みに顔をしかめ叫び、拘束から逃れようともがく。しかし女性警官の力は彼が思っていた以上に強く押しのけることはできなかった。詳しい話は署で聞きましょう。署に行ったら終わるわ。なんだって。早く終われよ。僕じゃない、うんうん、僕は殺していない。理不尽な暴力と拘束だが、アーサーを何より憤らせたのは、まるで自らが加害者であるかのようにような物言いだった。この状況で何を言いますか。うん、言い逃れしようったってそうはいきませんよ。お前さ、お前免罪やめてくれよ。誰か手錠を、うん、早く。お前、だから追っていった警官に聞けって。追っていった警官殺されるぞお前。話を聞いてください、うん、僕はやってない。そうだぞ、それでも僕はやってない。なんで、なんでだよ。駆けつけた警察官たちによりアーサーは取り押さえられ、ロンドン市警へと連行された。ここで終わるか。じゃあ、あ、セーブだやった、やっと終わる。ここでセーブなんだ。一章が終わるためにセーブなんだ。きつ。はい、というわけでじゃあここで終わるわ。じゃあ、あたしだ。